長、南野匠さん、ゴール感覚が他の選手とは一味違う模様。点を取るときは、集中しすぎて気づいたら決まっていた、という感覚に近い。かっこよすぎわろた。試合をするときはいつも集中しすぎて、気づいたら終わっていた、という感覚なんだ。竹見とやりっちゃんが必死にゴールを追い求める一方で気づいたら決まっていた。まさに日本人5大リーグトップ GA が言うと説得力が違う。滝の時代はこれから。顔も発言もかっこよすぎる。めっちゃかっこいいやん。ゾーンに入ってるってことでいい？歩いてる感覚くらいでサッカーやってる三笘と、気づいたら点が決まる滝。日本サッカーの未来は明るい。滝はコース狙うとなでしこシュートになるけど思い切り打とうとするとなぜか宮上だったりファーウェイってゴールするんだ。トラップミスも想定外の位置にボールが行くから良いフェイントになるんだ。確かアザールも直感でプレイするって言ってたよね。それに近い感じ？キックオフをするときは、集中しすぎて気づいたらドリブルしていた、という感覚に近い。